歯なんか気にしてんじゃねえぞ、お前。俺の話を一番一句全部聞いとけって言ってんだよ。な。だ歯は直さねえって言ってんだよ。俺は困ってねえって言ってんだよ。笑かしてねえって真面目に言ってんだよ、バカ野郎。笑ってんじゃねえよ、お前。だから、だから、戦場で歯が気になったらお前は死ぬぞって言ってんの。な。うん。まあ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 。 だから、とりあえず、だか、まあ、ケチでマウント取りたいのか分かんないけど、俺ケチだもん。え、だって、だって、出したくない人間にお金出したくないじゃん。当たり前だけど。ね。うん。例えば、じゃあ、風俗行きました。ね。ちょちょリーヌとかイタババみたいな女の子がね、来たら、俺はお金出すよ。でも、コトカとか、ルーみたいな女が来たら、俺は、キャンセルする。意味わかる、それ。ね。じゃその時に、いや、キャンセルでもお金払ってよ、ケチって言われて、じゃなんでみたいな。 いや、俺はお前ら抱きたくないし、みたいな。ね。お、まあ、金もないしね。うん。うん。戦場でもったら笑かしてないって真面目に話し子とか可愛くねえよ、お前ら。あんなブスじゃねえかよ。うん。うん。本当に。だから、そういうことよ。子とか可愛くねえ。あ、エルマルちゃんペロペロ。 エルマルちゃん、エルマルちゃんの、あそこ、ペロペロ、ごめん、あ運営さんほんとすいません。今のは、間違い。今のは、ドストラもう、ドストレートな下ネタは間違いだと思う、今。うん、新居じゃないよ。旧サメ島邸だよ。そう。規制くらっちゃうね、またね、うん。でもね、俺ね、だから1ヶ月の規制があって、あの、ずっとね瞑想してたの。そしたら、ある時、国代わりが、 あったんだよだからその国代ーなめ目くらが開いて俺のでだからうこうやって瞑想してんだよねこうやってだからもうそれで国ダーわーだったんだよそうっていう話、うんうん、国ダーわー例えばコンビニでタバコ捨てましたと何も知らない人に怒りますそういうことそういうことイエスザ・ツライトですねうんあクンダリンニかあ,はははあそうだそうだクンダーリーじゃねえや ごめんごめん、国大好きだった。俺、第9層まで行った。すごいでしょ俺、9層まで行ったよ。簡単に行ったね。うん、2分、秒で行ったね。秒で。秒で、9層行った昨日。うん。国にダーリンってことあ、神に会った。神じゃない、俺は。宇宙に行ったね。もう神なんかもう、もう、2年前に会ったかな、俺。うん。話短いって、だって、特に話すことねえもんよ。 あのね、今んところまだ急送だね。急送でスキップした昨日。うん。くんにダーリン部屋見せてよ。だから、ここ旧サメ島って言うだから、見るとこねえつ、何もねえって荷物。何にもねえってなら、実際問題。もう家具とか全部運んじゃってから。ちょっとごめんね、昨日。もう全部やったから。掃除とか。あとはゴミ捨てるだけ。 ゴミ捨てがな、土曜だからな。まあ、それがな。幽体離脱。あ,あ、幽体離脱はもう、ま、毎日知るよ。毎日。で、幽体離脱して、エルマルちゃんの家に遊びに行ってる。えあ,あ、別に興味ない。うん。片付けや。一人でやったからね。君に大好き。何何を聞くのいきなり。また帰省入るよ。ああ、そうなんだ。まあ、いいんじゃない別に。うん。俺には関係ないし。はい、わこついらっしゃい。 お風呂あるあるよあの、新居も、ここもあるよ、お風呂。俺絶対それ最低条件だもん。うん。え、ルマル可愛いじゃん。うん。国ダーリンだよね。うん。見習って、まあ、あのね、もう部屋はほんと常に清潔に保った方がいいよ。タバコは吸わない方がいい。マジで。まあ、6年の闇汚れ。 ひどかったねマジでいやもちろんあの火星ソーダとかあれば簡単に落ちるんだけどまあ動が限られてたからうんヤニがまずかったマジでヤニしんどかったほんとにもうひほぼ漂白剤の原液でこすったもんうんまあ白いとこはそれでいいよガラスとかはうんアイコスならヤニ汚れないよいやだからバカ野郎めアイコスなんかちまちま吸ってんじゃねえぞこの野郎アイコスだおいてめくっおいおい,おい俺アンチアイコスだからな おい、目そらすんじゃねえよ、お前。アイコスユーザーがよ。おいアイコスなんて、充電切れたら終わりだろお前、バカだな。お前、じゃあ、お前、したい、な、お前、停電とか、お前よ、千葉でよ、台風の日停電だよ、お前、ねットぐらい停電だった時、お前、アイコス吸えたんかいおい、こら。いや、アイコス好きだけど、充電がめんどくさい。いや、アイコスは吸わないけど、貯金、今んとこ2億ぐらい。うん。まあ、アイコスは好きだけど、 10年がめんどくさい。俺ね、今、カラコン入れてるから。うん。ま、全部読めるってか、まあ、ある程度、いや、読めるわけねえだろ、こんなの。まず目、目が、メガネかけてないから見えない、コメントが。なんとなく雰囲気。あサメちゃん、イケメン。あ、ありがとうございます、本当に。サメちゃんの、サメちゃんの彼女になりたい。あ,ありがとうございます、本当に。本当もう、ありがもうね、もう、ガチ恋しかいないからな、俺の配信。 2億だけだね、今。で、で、あの、あの、なんだっけ、青汁王子かなんかの、その100万円プレゼント企画に俺、あの参加してるから、たぶんこれで100万円入るでしょ。あのー、ね、お、なんか当選するでしょ。もう大変だよ、もう。風俗行きまぐり。うん。変な顔だな。はい、NG でーす。うん。そう。 その間取りで三人で住んでる。あのね、もう無理。俺、マジ一人が好きなので、ワンルーム考えたんだよ。その、ここを出てかなきゃいけないってなって。あ、ワンルームは四万、まあ三万から四万ぐらいであって。えいや何、何なんかあんま気に食わなくて。な、もう荷物が多いから、もうほとんどしなきゃいけなくなっちゃうから。今の家なんか間取り一緒なんだけど、半分ぐらい知ってるから。モノまねできるよ。僕、ドラえもん。ねえねえ、のびたくん。 静香ちゃんのお風呂のぞきに行こうぜ、どこでもドアで。うん。こんな感じ。カーテンもうだから処分したもううん。おし、お引っ越しは終わった。お引っ越しそのもの。似てますもう頼むからした。まあもう間違いない。もう本当に、得体の知れない、不気味な女には関わらない。だから今ね、ちょっとね、気づきちゃん。あの、まあちょっとね、あの銀河連邦の子なんだけど、ちょっと長友、あれ な、そんなやついたなとか思って、ちょっとなんか、ちょ、若干ざわついてんだけど、ちょっと気づきちゃん、横浜に住んでるらしいから、ちょっとね、あの、アタックしようかなって。そう。下からアングルきついですでしょま、あじゃあ分かったよ。伸ばしてへんのか、これ。じゃあ上からアングルにする上からにするとね、ああ、ああ、あ上の方が見やすい。もう首が痛くなる。ま、あ隅に合わんって言われてもな、もう入れちゃったしな。そう。 この方がいいな。首かっこいい。かっこいいで。これ、ドラゴン。これは惚れるね。やめろよ、エルマル。いつでもおいで。だやめろって歯はもう関係ないだろ。な、歯ばっかいや歯のことばっか言うんだな。じゃあね、例えば俺がね、一箇所間違い探しがありますよ、つってね。 はい、どこですかってお前らは歯にばっか注目してんだよ。本当は僕はチンチンが違いますっていう時に、お前らは歯をね、見てて、お前らはもうあのところを見てることになるんだよ。な。俺は歯を見せたいわけじゃないの。他の場所も見せたいの。何言ってるか全然自分でもわかんないけど、うん、そういうこと。さっきの戦場の例えの方が良かった。分かりやすかった、うん。あ、上からの方が歯目立たない確かに。あ、これで歯気にならないで、あんまり。上からの方が。下からアングルだとね、 やっぱ歯が見えちゃう。あそういうことね。あそういうことね。あはん、あはあはガテ,ガテン、ガテン。あそういうことね。あなるほど、なるほど。まあな。あ確かに、いいしてもあんま目立たない。かっこいい。やめろよ。うん、目が、目がね、あのね、今、カラコン入れてんだよ俺。あの、出てきたから。カラコン。エルマル命。まあ、エルマルが可愛いまあね、可愛いと思う。純粋に。 キレッキレだよ俺もうだからもうこの1ヶ月ドッタンバッタンガッタンゴットンズッコンバッコンだったんだよねもう本当にもう寝るのも,たもう寝る時間がもったいなくてもう日中暑いじゃんもうあの8月、まあ、9月の4日とかからこの家片付けは3日に大物運んじゃったからだからもう4日とかにでも台風が来て台風の次の日と次の日はもう35度超えでしょももう日中でもやって で、夜もやって、みたいな。地獄だったよ。で、一人全部やったから。うん。歯の弱いサメってどうなのうん、なんか、ボラでいいんじゃないとか思うよね。うん。ボラとかサバだよね。うん。エルマルが泣いてるぞ。俺も泣いてるよ、毎日。歌舞伎揚げいる。お前さ、俺が歌舞伎揚げ食ったら、血のみになるよ、口の中。あんなんだってさ、 なんか、もう、なんつうの。産後岩と一緒じゃん。あんなの。ライブロックであれ。俺から言わせりゃ。ね。あんなんくあれ、俺悪いけどあれ、ふやかせなね、お湯でふやかさないと食えない。俺今何食ってるか知ってるパンガ油だよ、パンガ油俺。俺、パンガ油にハマったんだよ。どうしようと思って歯抜けちゃって。ごめんなじゃねえよ、お前。なあ。俺、老人ホームのじじいばまって一緒パンガ油食ってんだぞ、俺。朝食は。 まあ、あ賢くはねえよな。あ、うん、あー、きづきちゃんうん、まあ、コラボしてやんねえことはねえけど。ただね、きづきちゃんねよーく見るとブスなんだよな。まあ、あでも、あのブスさ加減がま、たまんねえんだよ。たまんねえんだよ。もう歯で絶対カプセル潰さない。うん。カステラ、あカステラガイもやってみよう今の、こん離乳食入れて、入れておく。いや、しょうがないじゃん。歯がないんだから、今。うん、まあ、きづきちゃんはな。いや、かわいいよ、きづきちゃん。 なんかね、でも、エロそう。な、なんか、それだけ。俺、特に。ああ、おはよう、さっちゃん、久しぶり。眉毛、あのね、剃っちゃったの。この間あの、眉毛整えたら片方だけで全部剃っちゃって。あ、もういら、両方いらねえやと思って。あの、8月の半ばぐらいかな。ちょうどさ、あの、手頃なブス。その、ちょう、そう。例えば、あの、相席スタートのケイちゃんとか、 あとそうだな、あのー、頑張れるあのよよしことマヒルとか。ちょうどいいんだ、俺からすりゃ。もう、ほんとに。呪術使うの怖わ怖わだ、エルマルちゃんは可愛いんだよ。可愛いから、うん。あと5キロやってたら、あ、本当今のままでも全然可愛いよ。うん。俺太った女大好きだから。よしこ好きだ、俺も。だ、よしこよりマヒルの方が好きかな、俺。 マヒルはね、なんかね、多分フェラチオ上手いと思う。俺。あと、七色も、あいつはね、唾液の分泌量が人一,一倍多いから、多分、すごい濃厚なフェラチオしてくれると思う。マヒル全然抱ける。可愛い,い。あの、千と千尋の神隠しの、やってほしい。ぽっちゃり好き俺。俺ね、自分が痩せてるから、やっぱ女性に求めるものって、柔らかさなんだよね。うん、真昼マヒル可愛いよね。田中がね、俺ね、あんま好きじゃないんだよな、ああいう顔。 うん。なんか、いかにもすぎんだよ。わかるあもう、いかにも男受け狙ってんな、みたいな。うん。そう、逆を求めて、布。そう。ちょいぶさっていうか、いや、究極だ俺は超絶ぶさいくが好きなんだよ。超絶。わかるあのね、ベイブレードバーストで言う、あのー、超絶が好きなんだよね。うん。うん。うん、そう、かわいいのはわかるね。あのね、もう名前、あのー、スルーする名前あるんで、ごめんなさい、あの、ちょっと、いろいろあって。 あの、もう、話題に出す価値もないなと思ってるね、僕。はい。ごめんね、あの、察して、それは、リスナーさん。あの、またなんか、え、また、こいつ話題出した、え、と、あの、通報してやるとか、やるから、あの、めんどくさいから、それやられると。まあ、別に、眼中にないし、別に。抱けない女配信者はもう、もう、ントツでツバにゃんでしょ。<laughs> ダントツで。ダントツでしょ、そこは。あ、R もだな。うん、つばにゃん R は、もう、女というか、人間の価値がない。 ただ、朝日奈に関しては俺嫌いじゃない、別に。あいつに対しては、むしろ、なんか、あの、あいつの横側とか見ると、あ、こいつ可愛くねって思うことは多々ある。ただ、ま、うん。ヨシさんはわかんない、見ないから。うん。でもあの女は若い頃はめっちゃ持ってたと思うよ、多分。あの性格はモてるよ。うん。あの性格は男にモテると思う。 多分、六十年ぐらい前はすごい持ってたと思う。ヨシエは。いや、あるある。うん、絶対ヨシエは若い頃持ってたと思う。いや、タコ部屋じゃない、俺。うん。ここ、泉区だって、泉区。うん。いや、無理無理。つばにゃは本当無理。あの、本当に無理。あの、あ、な、なんて言うんだろうね。例えば、じゃあ、あ、じゃあ、サメちゃん、ちょっと動物園の、あの、ボランティアっていうか、ま、あちょっとね、あの、まあ、あせ、なんか従業員の体験で、 あの、じゃあ、サメちゃん、あの、じゃあ、えっと、じゃあ、しシしまマのブースの、じゃあ、清掃やってください。あ、いいですよ、って。あ、しまマ,マか。じゃあ、まあ、かわいい見てみたい、みたいな。あいつの場合は、多分、2週間ぐらい餌を与えなかったライオンの檻だからね。うん。いや、もう絶対無理です、みたいな。あの、それはもう絶対無理です。みたいな俺、素人だし、みたいな。うん。あいつ、目、血走しってない、みたいな。うん。あそれぐらい関わりたくない、俺。 朝日奈はね